人工呼吸器の例、鉄の肺人工呼吸器は人工呼吸を自動的に行うための医療機器である。米国のポリオ患者が1950年代から2003年まで使用した鉄の肺。かつては首から下の全身を機械の中に入れ、その機械の中を陰圧として強行に空気が吸入されるようにするという鉄の肺が一部の病院で使われていた。これは 大がかりな設備であり、受けられる患者も限られていた。長期人工呼吸の出発とも言えるのは、1952年のスカンディナビアにおける急性回白髄炎の大流行による小児麻痺への対応である。呼吸筋を動かす中心である、脊髄全角がポリオウイルスによって侵されたため、子供たちは十分な呼吸ができず、次々と亡くなっていった。これに対し、 当時最も効果的な治療法であった鉄の肺使用が存在したものの、鉄の肺の数が十分には足りず、やむを得ず気管切開の承知をし、麻酔器を用いて都市的手段による人工呼吸を行うしかなかった。すると、鉄の肺を用いての呼吸管理は約80%の死亡率であったのに対し、麻酔器を用いて人工呼吸処置を受けた患者は、 約75%が死亡せず、救命された。このため、1400名に上る医学生らが、都市的人工呼吸治療に参加し、このポリオ流行が終わるまで、すべての教育活動は中止された。やがて気管相関が一般的になると、その相関チューブを介して、空気を出し入れする現在の方式が広まっていった。現在では呼吸の状態を様々な形で、 持続的に測定する機能のついたもの、呼吸器の離脱を自動的に進めていくもの、在宅人工呼吸に使用する小型で、医療従事者以外でも操作できるもの、マスクを使用し、機関相関の必要ないものまで実に、様々な種類が扱われている。しかし、それぞれに操作が異なり、また独自の動作モードや作動権利を持ったものが、特に新しい機種に多く、医療事故の一因ともなる。 その一方で、医療事故を防ぐための機能もまた新しい機種ほど備わっているのも事実である。通常、私たちが意識せずに言っている自発呼吸では、胸郭が拡大することによって、胸口内に因圧を作り、気管を通して空気が入ってくる。したがって、空気を吸い込んだ時に肺内及び気道内の圧上昇は通常起こらない。一方、人工呼吸はガスを肺内に、 機械的に押し込む。この方法には、胸郭外を陰圧にすることによって、胸郭を広げ、ガスを入れる方法と、気管に相関チューブを入れその軌道からガスを入れる方法がある。要主人工呼吸の適応となる、心肺蘇生とは違い、様々な病態による、あらゆる呼吸不全が、その適応となる。その原因は何か、急性期か慢性期かによって使用する機種や、 動作モードも異なってくる。人工呼吸器に行われる換気経路は一般に以下の3つの場合がある。他に特殊な状況下において高等戦士などの方法がある。人工呼吸器の動作モードは以下がある。呼吸不全の患者においては、吸気圧と1回換気量、吸気時間と一定時間はそれぞれトレードオフの関係にある。 旧世代の人工呼吸器はそのうち二つを固定し、残りの一つのパラメータを犠牲にするという様式がほとんどであった。これが以下の二つである。しかし現在では優先するパラメータを一つ決めれば、それ以外のパラメータを柔軟に変えるによって、呼吸器に脱や肺障害防止を図る方式が各社から発売されている。だが、新機種のために割高なのと、 アルゴリズムが複雑なために、各社とも独自のものを打ち出しており、統一性がないのが現状である。本来の人間の呼吸は、吸気時に、胸腔内が陰圧になり、呼び出し時に陽圧となる。しかし人工呼吸器を装着している場合、胸腔内は常に陽圧となる。胸腔内にある大静脈や肺の血管が圧迫され、循環の妨げになる。また生体にとって、 陽圧をかけて肺にガスを送り込むことは無理やり肺を押し広げるため、非生理的なことであり装着時間に比例してダメージも大きくなる。蛍光気管相関は患者の苦痛、高校内正式や軌道吸引の困難さ、自己爆管の危険性などから7から10日が限界と考えられている。そのため、それ以上の軌道確保が必要な場合は、気管切開が考慮される。 日本機関食道学会の外科的軌道確保マニュアルによると、上気道の狭窄や閉塞のある患者、下気道の分泌物貯留、排出困難による頻回の吸引が必要な患者、高校領域や咽頭領域手術時の軌道確保、神経疾患や筋疾患などによる呼吸筋減弱を認める患者、潜炎する意識障害で軌道確保や誤炎予防が必要な患者で、 長期軌道管理が必要な場合は、気管切開が行われる。気管相関困難例では、臨場向上人体選手を行うが、長期軌道確保の場合は、外科的気管切開か、経費的選手式気管切開が行われる。人工呼吸器の使用は、呼吸不全の時、あるいは全身麻酔の手術における場合など、多数認められる。疾患や状況、 患者のバックグラウンドによって適切な設定は変わり得る。呼吸不全における人工呼吸器の設定についてまとめる。あくまでも無難な設定を示す。2008年現在、大抵の人工呼吸器には深部モードがあり、プレッシャースサポートがついているためそれを前提とする。患者の体格や病態によって適切な人工呼吸器の設定というものが存在し、 集中治療の分野では様々な研究がされている。しかし、期間内相関が必要な場合、それらの評価を行う時間やデータが不足している場合も多々ある。適切な設定値を求めるあまり期間内相関が遅れるようでは意味がないので無難な量をまとめる。想定しているのは体重が6 0ラムの成人である。相関前に準備するものとしては、 サクションキット、バックバルブマスクか、ジャクソンリース、SPO2 モニター、心電図モニター、呼吸器以外に扱える、酸素配管などを確認しておく。その他設定が必要ならば、トリガー感度はマイナス1、マイナス2センチメートル、H2O、または2から3リットル、ミニッツとし、呼気、吸気比は1、1から3とする。アラームの設定は、 軌道内圧上限が 40cmH2O。軌道内圧下限は 10cmH2O。呼吸回数上限は30回、ミニッツであり、換気量下限は設定換気量の60%と、する。気管内装管を行う際に必要なこととしては、全身麻酔である。意識障害があれば不要なこともあるが、鎮痛、鎮静、筋弛緩が必要であり、 鎮痛はオピオイドで鎮静は静脈麻酔薬で、筋弛緩は筋弛緩薬で行う。プロポフォールやミダゾラムが好まれる。ミダゾラムは同じベンゾジアゼピン系の中でも副作用がジアゼパムよりも少なく、半減期が2から4時間と短いのが好まれる理由である。常駐で行うのなら、初回投与はドルミカムならば 5mg、セルシンならば 10mg 程度である。 オピオイドを併用すると、鎮痛・鎮外作用によって相関は容易になるが、呼吸抑制が顕著に出るため注意が必要である。常駐で併用するのならば、フェンタニル 0.05mg 程度は無難である。強オピオイドを利用した場合は、弱オピオイドを併用すると効果が減少するため、注意が必要である。ただし、これは、アゴニストとパーシャルアゴニストを併用した時の、 減少であるため鎮痛効果は、同一レセプターに作用していれば弱オピオイドと強オピオイドの中間となる。帯動の原因が、鎮静不足か、鎮痛不足かによってフラッシュする薬物は変わってくる。ため、他の処方との整合性を図るべきである。ベクロニウムを用いる場合が多い。マスキュラックス1 0ラムを蒸留水1 0トルで、溶解し1ラム ミリリットルとして使用する場合が多い。マスキュラックスは0.08ミリグラム、キログラムが初回使用量となるため5ミリグラム程度から使用し、効果を見て8から10ミリグラム程度使用する場合もある。それ以外には、マスキュラックスにミリグラムと、作ン50ミリグラムを併用し常駐するという、方法もある相関を行い、人工呼吸器につなげば、呼吸不全による死亡は、 防ぐことができるため、原因精査を行う時間を稼ぐことができる。鎮静は血圧を下げない範囲で深めにかける。頭痛原因が特になければ、ドルミカム 5A 生殖 40ml で2 m l ーズ程度あれば十分である。血圧が少しでも低めになったら小圧剤、カテコラミンを開始する。ドパミンである、カタボン肺は体重 50kg にて 1ml。 アワーズで1ガンマとなるように設定されているため7ミリリットルアワーズあたりから開始する。血圧が低めならば、ラクテックを1 0 0アワーズで血圧が正常であれば、それでも 3A で6 0リリアワーズで維持をする。不足箱3イコール体重 0.2B e より、計算し、半分量を投与し、pH を見ながら追加していく。 7%メイロン2 0トルでは1 7ク l であり、8.4%メイロン2 0トルでは2 0ク l である。ソルコーテフ2 0 0ラムの投与を行う。速やかに血液培養を行い、第3世代のセフェム系抗菌薬の投与を開始する。ここまで行えば、重症患者に対して最低限の維持ができるので、採血、X 線写真。 心臓超音波検査、腹部超音波検査を行い、治療に向けた計画を作成する。フィオニが1.0の場合は3時間もすると、肺胞障害が始まると言われている。人工呼吸器を用いた長期管理を行う場合は、設定の調節が必要となる。それらは、内部リンク呼吸困難を参照のこと。人工呼吸器は実に様々なものが売られており、 年を追うにつれて新たな付加機能を備えたものが発売されている。ありがとうございます。